のぎついってプレゼのびついツのぎつアーツどうもみさんこんばんは東横名人です <noise> え本日は7月の末、長野県の木崎湖キャンプ場よりお届けしておりますと言いたいところなんですが違うところにいるんですよこの先ほどは、はい、木崎湖は、うん、非常にキャンプ場ではあるんですけど まああの、キャンプ場自体はね、うん、ロケーションも素晴らしいし、うん、もう本当にね、いいところだと思うんですよ。いや、思うんですっていうはいいところなんです。いいところです。はい。まああの、やっぱりね、うん、僕が昔から、もう常日頃からも、このラジオでも何度も言ってるように、うん、水に近いキャンプ場であればあるほどね。ヤンキーどか。いや、ヤンキーというか、あの、<laughs> 陽気な方が多いんで。あ、陽気な方がね。はい、陽気な方々が多いんで、やっぱりあの、夜もね、うん。 それなりにみんなあのお騒ぎにな,な,らなられてますし。だって外国人の人がいて、うん、めっちゃでっかい声出しまますよね。外国の方はね、うん、あれでかい声じゃなくて、あれ普通。地声がでかいの <laughs> 普通なんですよ、あれで。いや、あの中国系とかそんなんじゃなくて、うん、ブラジル系とかね。うん。で、隣になんか社会人2、3年目ぐらいの、同期のね、同期の10人ぐらいの、うん なんか、キャンプ。んもちろん、若いからね、もう全然僕らそれで、あの、静かにしろとか思わないんですけど。うん、いやー、微笑ましかったですよ。なんか僕が寝てから喧嘩始まったらしく嘩喧嘩二人して、<laughs> ふざけんなお前とかっていう前には、いつも2時間ぐらい前に細笑ましく。うんうん なんか、キャンプの最終日ってめっちゃムラムラするね、みたいなことを、<laughs> 大阪弁の子でしたけど、うんうん、俺、キャンプの前からムラムラしてるけど、ははは、みたいな。若いな、若いな,な<俺>ほ。ほっこりしましたけど、ね。僕ら2泊3日の間、ムラムラしたこと、一瞬たりともないですかね。あ、そうですかはい、ないないない。はい、ということで、うん、あのー、正直昨日は一本しか撮ってなかったんですよ。 もう、周りの方のせいじゃないんですじゃないです。じゃないです。僕が、僕らが、から切ってただけ。イベント、集、イベントの打ち合わせをするために、あんな灼熱地獄のズームの会議を車中でして、うん。なってね。で、新しいテントを建てた。テントもう今回のキャンプのためにまた新しくあのテントをね、まあ、新調してね。僕、ほら、いろんな沼に入ってるじゃないですか。テント沼とか、アウトドアイス沼とか、でまあ、テントは、去年ね、まあ、使ってた、あの、 フールマンのターフとか、うん、それから、まあ、あの、ムーンライトの語でもいいんですけど、うん、今回、あの、木崎湖キャンプ場って、そこまで、あの、スペースが取れないだろうと。松林の中のキャンプ場なので。そうですね。うん。だから、やっぱ、あのー、うん、スペース小さくな,なっても、ただやっぱ収録はしたいので、屋根付きの部屋が欲しいと。だから、ツールものを、うん。 まあ僕らはよくあの、指くないながら見てた、スノーピークのあれすげえよな、あのかまぼこ型の、みたいな。あれに近いですよね。まあそうですね。あの、うん、でっかいあのテントを建てて、中にインナーテント一つ吊り下げて、うん、で、前の方はリビングルームになってるんそ,そ,そうそうそう。まああの、よくある、えーっと、1DK みたいな。そう。 1LDK、うん、か DK なのか、うん。そういう感じの、まあ、ツールームっていう。まあ、あの、あの、最近のあの、流行りというか、トレンドに乗って、僕もあの、ドンキ、うん、メガドンキで買ってきたんですけど。ドンキのあの、<laughs> ドンキのシール貼ってたから、ドンキで買ったんや、ってわ<う>かりました、うん。いや、今時やっぱコールマンってドンキでしょ、うん、それがセカンドストリートでね。うん。ま、セカンドストリートだと、ほら、誰が使ったかわからない、うん。セ品を。わ <laughs> からないから、まあ、やっぱ、やっぱ、 いい加減おっさんだからね。うん、やっぱテントとかはやっぱ新品で買いたいじゃないですか <laughs>。まあいつか水分解してるか分かんないからね。そう,そうそうそう。で、うん、まあもうすでにね、あの、はた瞬間にもう火水分解始まってるやんってちょっと思ったんですけど。<laughs> そ<う>いや、なんか、ゴルマのテントでいつもしっとりしてるんで。まあでも、二人でね、はい、一応あの僕前の晩に YouTube を5回ぐらい見て、うん、イメージトレーニングはやってたんですよ。あ、でも比較的スムーズに。 そう、頭の中にはね、ここをこう通す、ここをこう通すって分かってたんですけど、ま、あの、いつものごとく名人がほら、想像以上に、手先が不器用なんで、なんだなんで、ここの方向からこうや言ってんのに、反対から通そうとしたり、別のところに引っ掛けようとかしたりするんですけど、そうですね。ま、それでも30分もかからなかったですよね、これ。あの、テントがどっちが前か後ろか分からないっていうのは確かに難しいですね。前とか後ろとか入てくれたらいい。そうね。ま、だから、次回からはね、 なんかこう、もうちょっと分かりやすいに多分、なんかあるんでしょうね。僕らがまだ見つけられてない目印が。うん、なるほどね。うん。いや、そんなテントを建てるので消耗したりとか。はいはいはい。とりあえず汗で不快だったからっていうのがあるから、<う>結局はもう。疲れ切って一。一方しか取れなかったんですよ。で、しかも木崎湖ってオートキャンプ場じゃないので、うん、駐車場からテント張るとこまで荷物運ばないといけないんですよ。そう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 。まあだから、ある種その不便さが、今、ふもとっぱらとかどこ行っても超マインなんですけど、 ふもとっぱらやっぱり便利だったね。トイレだけですね。うん。ふもとっぱらでダメなところは。そう、だからフもとっぱらもあのトイレができるまでは、結構、あの、小汚いトイレしかないけどは、まだ。全然綺麗でしたよ、トイレでも。今はもうあの、綺麗なあの、でかいシネタリーハウスができたので。サニネタリーハウスって、そんな言い方するのうん、だからもう本当に今のふもとっぱらってほぼパーフェクトに近い。 ですよね、いやもう僕はもうこの前漏れそうになりながら収録しましたけどね。並ばなあかんからね。並ばなあかんからね。だってそのキャンプでバーベキューとか肉とか焼いたら絶対、なんか食いすぎて腹壊すじゃないですか。そう。でね、もう朝、言ってもトイレの数そんなに多くないので、うん。ふもとっぱらあれ、最大収容人数何人ぐらい ?1000 人ぐらい千い。1000人以上いけるでしょう。 朝のふもとっぱらのトイレってもうほんま長渕剛のライブ感覚を味わえるような。ね、うん、そんな感じなんですけどで、まあ、まあ、これは今日はもう収録は向かないと。で、うん、隣の学生、学生じゃないな、社会人、うん、若手社会人が、うん、多分今日で終わるんで、12時過ぎたら、うん、す,くたすくと大丈夫なはずなんだけど、うんうん、これはもうちょっとあんまり、音のことまたいろ悩みながらやるのも嫌だから、うん まあどうせまた白馬も行こうぜっていう話してたんで、まあ最終日に行こうかなと思ったんですけど、まあ予定を早めて。まあ近いからね。うん。朝の5時半、五時ぐらいに、そもそも5時ぐらいにました飯食って。50歳だから。で、今は、えっと、白馬の道の駅。そう、周りにキャンピングカーだらけなんですど道の駅は空いてないのに、キャンピングカーがいっぱいいて、車中泊の連中がいっぱいいるんですよね。はいはい。ここでも僕、台がしたくて、並いましたよ。 こんな、朝の道の駅やから空、ね、いてないのに。空いてないのにトイレは満杯みたいな。トイレは満杯でもみんな顔洗って歯磨いたりとかも。まあな、もうナンバー見てもすごいよね。うん、いろんなとこから。うん。というところで今日は、これは白馬の道の駅、うん、白馬、まんまですね。もう白馬ですよ。こ,<れ>もうここら辺が白馬のまあ入り口っぽいところですね。うん,うん。もう道の駅白馬っていうところですから。ズバリですからズバリですからね。 はい、そんなところからお届けしますよ。はい、はい あの、ここ数日ネットで話題にし、あってたことなんですけど。え、本当にこんなこと言うのっていうのがあったんですけどね。アイスは昼間に箱で買って、仕事帰りにコンビニで一人分のアイスを買うのは危険かもしれない話ということで、うん、ツイッターで話題になってたんですよね。はいはい、絶対にやめて。女の子は仕事帰りに駅のそばのコンビニで一人分のアイスを買わないで。もしあなたがそれをしていってたら、帰りから見ている奴がいる。 アイスを買うなんて家が近いな。一個だけなら他にも誰もいないな。と教えてるようなもの。店を出てつけ、つけてもらえたらアウト。アウスは昼間に箱で買ってっていうことで、うん、えそのさもさん、あの、女の子が、コンビニで、アイスを一人で一個分しか買わないところに遭遇したことってあります、うんうん、いや、ないですけど、うん、そもそも女の子が何を買ってるか見たことがないというか、 お前なさ、僕よく見てる。なんでやねん、見る意味がないじゃないですか。いやいや、アイス、アイスは特に。座布団派みたいな。座布団でないよ。いや、もういいです。はいはい。土星雨派みたいなこと昔よく言ってませんでした。そんなあったのうん。まあいい、いい。いやいやいや、で、アイスは特に、みんなどんなアイス買ってんのかなって気になるじゃないですか。全く。嘘全くならないです。 この夏場って言ったらコンビニ行ってアイスを1日1個買っていくのが結構楽しみじゃないですか、うん。いや、こんなコンビニでアイスを買うなんてそんなお大事なことしたことないもん。え、箱買いいや、スーパーとか。スーパーで。うん、スーパーの、しかもあの、うちの近所のスーパー、うん、あの、月に1回だけアイスが半額になる日っていうのがあって <laughs>。冷凍食品半額みたいなで。そう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 。<laughs> だからその日はあの、駐車場も満杯になるんですけど。<ー>アイスのために、ね。アイスのために朝から。ええー。で、その時にあの、でかいピノ。 でかいピノ、ああ。の、一個ずつ袋に入ったの、でかいピノと、あの、レモンが一番上に乗った、あの、アイス、アイスあれを山ほど買う。でも、コンビニまあ、そうかな。まあ、うちの、そうか、まあ、女子大みたいなのそばにあるからかな、うちの。いや、例とえ女子大がそばにあったとしても、見ないでしょ。 いや、逆にか、<あ>片身の狭い思いして、そそくさと。あの子どんなアイス買うのかなみたいな。アイスのところで見てたら、やっぱり気になるじゃないですか。うん、いや、全く。嘘全くならないよ。雪見大福買うんだ、みたいな。例えば、雪見大福買ってる女の子がいたとしてよ。うん,うん。いい子じい彼氏と二、一個ずつ分け合うのかなとか、いや、一人で二つ食うのかなとか。ただ単に何が流行ってんのかなって気になるじゃないですか。 女の子と大い趣味思考も違うから。うん、まあ、そう、そうだけど。その子が白クマ買ったから言うと、俺絶対白クマ買えへんで。うん。うん。白熊そんな好きじゃないってことね。<laughs> は,いはいはい。気になるのは、コンビニとは絶対アイスボックスってあるじゃないですか、あの、森永のアイスボックスって。はいはい、あれ買ってみ見たことないんですよ、うん。え、俺、俺は買いますよ。買うんだ。 あれお酒入れるかなお酒、うん。ああ<ー>。中杯入れたりとか。うん、まあ、僕はあの、酒、そんなに好きじゃないんで。大体、うん、だいたいコーラ入れてるんですけど。意味ないか。<laughs> いやいや、意味あるやん。意味あるやん、すげえ。コーラ、コーラとアイスボックスを足して、よりキーンっていう。キーンって感じ。キーンっていう。ああ。暑いな、やっぱり。<laughs> どんだけ音入るんだろうな。入れてみるいや、ちょっと入れてもらっていいですか。 ということでね、はいうん、あの、ズーム会議の二の前になるのが嫌だったんで、今、エアコンをお見せしてもらったんですけど、はいはい、<laughs> まあ大丈夫でしょう、音は。うん、え、でも、そうか、でもまあ、物騒ですよね。でもそうやって、うん、しめしめで後ろから僕みたいに<っ>あ、僕は純粋にアイスの銘柄何選んでんのかなとか、うん、女の子が一人で、うんうん、いや、それ、 一人でもそうじゃないですか。スーパーでもおばちゃんがめっちゃ大量に買い込んでて。うん、はい、それを見た方がいいそれ、何のためにそれいるみたいな量のやつ買う人いるじゃないですか。スーパーとかって。いや、いるから買うんでしょ <laughs> <laughs> まあね。飾るために買わないでしょアイスなんて。い意外と可愛い,いもん買ってたりするじゃないですか、おばあちゃんが。<laughs> いいじゃないですか、別に。おばあちゃん可愛い,いもん買ったらあかんのかいいや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 。あ こんなジャンクなもん年寄り食うんだ、みたいな。いや、おばあちゃんこそジャンクなもんしか買わないですよ。ドクターペッパーとか、うん、だって、うちのす、近所のスーパーとか行って、たまに日曜日の朝とかおばあちゃんが、あの、買い物かご、うん、山盛り乗してるから、わあすごい食べはるんや、やって見たら全部菓子パンとかね。明日のパン買っていくんですよそう。だから本当にね、<laughs> でももう一人グラスやったら菓子パンが楽やもんねっていう。いや、いや、 今更ね、80過ぎてね、健康とかね、うん。添加物入ってるからって言っても、別に構えよわってなるよね。<laughs> だってもうマラソンでゴールした後にコーラ飲もうが何しようがいいでしょ、別に。<laughs> まあゴールしてるみたいなもんやけど、ね。ゴールしてるから。ね。山パンの、うん、あのー、絶対屋外に放っておいてもいいパンで僕らは重宝するんですよ。キャンプとか行ったりとか、会社とか行っても。別に添加物が入ってるわけじゃないけどね。入ってないの入ってないよ。 で、なんで、あん、そんなもつの日付日、日にち。山パンの工場自体が添加物を一切入れてないからですよ。うそーほ本当よ。え、なんかクリーンルームみたいになってんの山パン。当然じゃないっすか、そんなの。そうなのうん。っていうのを見て、ちょっと心配になったりするじゃないですか、ね。まあね、まあね。な、なんかびっくりするぐらい,いなんか、いっぱいいろんなもん買って、うん、ある意味、あの、スーパーの買い物カゴって、正引見られてるみたいで。うん、まあね、スーパーの場合はね。 いや、でしょ、うん、うちは比較的、嫁さんとちゃんと行くから、うん、ま、そんなにトリッキーなもんは買わないわけですよ。バランスの整った。スーパーのトリッキーなものって何なの一体。いや、なんかもう。 中イばっかり大量に買い込む人とか。そ買い方がトリッキーなだけで、トリッキーなものではないやんか <laughs> 別に。トリッキーなものって言うたらなんか、<laughs> とんでもないなんかそれブラジル産のお菓子みたいな、青色のなんかチョコレートみたいなやつとか。ええ、まあまあ、そうだけど、うんな、何かその人の生活が出るでしょうん。あ、ものすごくのちさけのみなんだな、みたいなとか。<laughs> まあだからね、コンビニはまだね、うん。今日はたまたまその気分なのね、ぐらいの感じで済むけど、そう。もう、 スーパー、特に田舎のスーパー行くと、車で買い出しなんで、うん、もうその一週間の献立丸分かりなんですよ。そっちの方が危険じゃないなんか。いや、別に危険じゃないでしょ。いや,いや、いやーあこの家系スタ、スタンネルワーみたいな。だから、あの、鶏肉買いに行っても、うん、大量にあの、桃ではなく胸肉だけ買うお母さん、ね。ブラジルさんの冷凍のね。うん。あ、お子さんがきっといっぱいいるんだろうなっていう。唐揚げ作るのかな<う> <laughs> みたいな。ただ、まあね、大体、 あのー、特にまあ、僕が住んでるところでは、うん、スーパーによっても、区分けできてるんで。何あのー、業務スーパーなのか、鶴屋なのかで。はあはあ,はあ,、はあ、うん、もう大体、おそらくね、年収聞いたら大体、あのー、区分けできてると思います。なんか嫌、嫌な世界ですね。いや、いや別に嫌じゃないでしょう。ここは年収800万以上の人が来るところで、ざます、みたいな。<laughs> まあ、某イカレスーパーとか、成城 <laughs> みたいなね。<laughs> 別に、ね、スーパーそんなこと言う誰でも来てくださいって,って,ってそう、誰でも来てくださいって言ってるけど、うん、でもやっぱ大量買いしたいとか、うん、やっぱある程度のそういうちょっと、まあ住み分けというか、うん、買い分けみたいなのがするじゃないですか、みな。まあね。まあね。そんなこと言いながら僕買って、鶴屋、うん、も行けば、ね、あの、ラムがあったらラムも行きますよ。うん <laughs> まあ、ラムはね、確かね、あるんですよ。厚みとかどっかに。ああ、なるほどね。うん。いやー、でも、 コンビニのアイス、いや、物騒ね。でもそれで、なんか、いや、しみしみ一人暮らしも。<や>だ。から、からそのために、うん、男と匂わすように、二つ買って帰ろう、みたいな。パキッとありやすい、ね。感じにすパピコパピコ。パピコを必ず買っとくとか、ね。じゃあ、パピコ見たら、うん、これは、彼氏と半分こするから、ちょっとやめた方がいいかな、みたいな。うん、パピコしか買われへんじゃないですか、こんないや、だから、なんかと一緒にパピコを買っとけばいいんですよ。いや、で言ってたのは、誰か、誰か言ってたのは、コンドームと一緒に買いましょうとか。 毎回コンドーム買ってる女の方が嫌でしょ、だから。家に山ほどコンドームあるだって、そうだって、めちゃハードル高いよね、そのコンドーム買う。コンドーム買おうにやったらパピコ買う方がいいでしょ、絶対に。いやいや、だって、店員にコンドームピってやられるわけですよ。そのたびに、エロいな、こいつみたいなこと言われ逆に、逆になんかこう、誘発してるやん。 もう、下手したらコンビニの店員がなんか死に来るんじゃないかっていう。そうそう。自分でも買ってるような。自分でコンドも買うような女楽ェーみたいな感じになるでしょ。だから、パピコがいいって。パピコがいいのパピコが最適解なのなんかパピコって、日持ちしそうじゃん,、うん。日持ちは、いや、基本的なアイスは日持ちの塊じゃないですか。日持ちの塊やけど、パピコは特に日持ちしそうじゃないですか。どういうことハーゲン出すより。 あいや、一周と思うけどな。だから、うん、パピコやったら、うん、なんか、まあ、その日食べんでも、別に置いとけるし、うんうん、なんやったら、熱出た時に頭に乗せてもいいわけじゃないですか。そういうの好きね、坂本さん,、うん。だからまあ、あの、だから、なんか一つ買えばいいわけでしょそう,そうそうそう。いや、でも帰ってきてからほんならでしょうん、ペットボトルで、 バーンってベッドの下に、こう、ペットボトルゴロゴロ,ロ,ロ転がすわけでしょまず。まず人がおらんかった。らん<ど> <laughs> んだけ治安の悪い街に住んどんねんな。いや、もうそんな話ばっかり聞くじゃないですか。そうやね。なんかね、あのー、釣りに行ったらおっさんに手取り腰取りあ、釣りに教えられたとか、なんかテントを建ててたらおっさんが近寄ってきて、みたいな。いや、でも昨日僕らが、あの、建てたテントの前に、夕方ぐらいに、あの、また、テントが来たら、女の子の二人組がテントを建て始めて、いや、もうその瞬間に、 頼むから、頼むから普通に立ててくれと。うん、いや、立て方わかんないとか言われたらどないしようかなと思うじゃないですか。まあでも、器用に立てて。そうそうそう。だから、あの、本当にあの、ベテランですよ、みたいな感じで、感じでカン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 。いやだって、って最後、投稿機つけてましたよね、あの人ら。そう。で、あげくの果てには。ワンチャンずれてましたよ。いやいや、その隣ですよ。その隣ですよ。ほ、うんで、あげくの果てには、俺らが焚き火すんのに全然火つかへんで困ってるのに、うん、ゴーゴーと焚き火燃やしてましたからね。 なんちゃってキャンパーですよ、このさ俺らがね。俺らがね。<laughs> いや、でも結構、まあ、もちろんあの、夕方暗闇なんでもよくわかんだけど、うん、もうあの、スタイルだけ見ると非常にスタイルの良さそうな女性が二人でキャンプしてるわけですよ。そうでした。うんあ。まあ、あの、コンビニの女なんか見に行って言ってる間に、キャンプ場の女めっちゃ見てるんですけど。<laughs> で、まあ。 そういう話よく聞くじゃないですか。女の子でキャンプ行くとなんかこう、教えたがりのおっさんが現れて困るみたいな。もうそういうおっさんにはなる前と、ね、ずっと心に誓ってるんで、透明から温かい目で見守ってたんですけど。負けたかもしれん。いやいや、逆の教えていただきたいぐらいな感じになるんですけど。どうやって火つけたらいいんですかでもなんか喋ってる内容も聞こえてくるんですよ。声がでかいから。内容がビジネスの話しかしない。あ、してたしてた、ビジネスの話してた。うん。 あっちの部署のねみたいな話をしたす,らすごい、すごい、なんか、絵に描いたような。うん、キャリアウーマンみたいな。ものすごい意識の高い話してて、うん、こっちからは、キャンプってムラムラするよね。うん、みたいなで、僕らは何も会話もせず、ずーっとネット見てるってネット見ながら、火使かへんわたいて、焚き火。<laughs> 本当にキャンプ行ってこんなに喋らんのかっていうぐらい、うん、僕ら喋らないですからね。僕ら、マイクのスイッチ入らん限り喋ら,らないですからね。うん、いや、でも、<laughs> ま、あ別にあの、どんな話されようといいんですけど、うん、せっかくあの、普段の生活を忘れて、うん、<laughs> こんな木先こキャンプ場まで来たのに <laughs>。いや、でも、そこで悲す仕事の話も、おつらもんなんでしょ、うん、多分。多分ね。うん。ま、愚痴がね、普段のいろんなものが、もう二人して、特に女の子同士やから。うん、ひたすらタブしょの悪口とか言ってました。言ってましたね <laughs>。<laughs> いやまあ、流して帰れるのかな<や>、という感じはで。たまに聞こ、漏れ聞こえてくる単語が、うん、やっぱ、あの、どこのメーカーも一緒なんでしょうね。うん、同じ部署名やったりするじゃないですか。ヒーソか,かみたいな。うん、だから、<laughs> え、同じ書ったらどうしようかなっていう感じすらありましたよ。<laughs> あ、の、でっかい人、関西弁喋るみたいな。使えないよね、みたいなこと言われたらどうしようかなと思って。<laughs> いや、まあでもね、まあ、あの、それはそれで、いろんなところからいろんな。うん、で、まあの、外人のことはみんなビキニでね、湖にガンガン飛び込んで。そうですよね。あいつら多分、うん、温度、体温高いから。だって、もう夕方結構ね、木先湖って温度下がるんですよ。下が、うん、る下がる。もう夕方、6時か7時でも、ザブーンって。あれ、整のために入ってる人じゃないんですよね、サウナで。<laughs> ただ単に泳いでるんじゃないですか。うん、<laughs> なんかね、外人の人って多分、あの、体温調整、 イグアナみたいなんでしょうね。ちょっと熱なったら湖入るんですよ。いや、ほんとね、すごいですね、あの方々って。声はでかいし、体温調整苦手やし。そは日本負けるわな、って感じはだって、あれでしょあの、冬は体温下がるから、やたらの裸になって日光よくしたがるじゃないですか。そう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 。ほぼほぼ爬虫類やん。わー、でもね。うん。もうコンビニアイスですよ。だからね。うん。まあ、もちろん、その、横、島な考えしてるやつは、うん。 いろんなところからその情報を得ようとするじゃないですか。この瞳に映ってる電柱の形からみたいな。あ、ネット探偵ネット、ネット,、ね、ネット探偵あんな大丈夫ですかこの坂本さんね、今のこのセレナの写真もこ上げちゃいましたけどツイッターに。うんうん、なんか大丈夫かなっていう。なんか坂本さんの名前の入ってるようなもないかなって。今見てたんですけど、大丈夫ですよね。うん、多分ね。多分 <laughs>。まあ <laughs> <れ>そんなとこ見られる。これでこれで特定されるんやったらもうしょうがないやろっていう。<laughs> っていうか、おっさんのそんなもん特定したやつおらんと思うけど。うん。でも、 まあ、おるんでしょうね。だからそういう本当にも、常日頃からなんか女の、そういうのを。もう、いや、それを実行にすすか映さないかっていうところで、うん、プロファイリングして楽しんでるっていうのはあるんじゃないですかまあ、プロファイリングして楽しんでる分にはない誰にも言わないし、ここ、うん、のうちでやってる分には。あ、でもそもういう言僕プロファイリングしてるのかもしれないですね。まあ、だって、ほら街歩いてて人間観察というか、うん まあまあね。うん、それもプロファイリングでしょうけど。まあ、それで実際にあの、満足してくれんねやったらね、あの女一人暮らしなんや、へ,へー、うん、以上。以上。<laughs> <laughs> そんなやつおるかって、うん。でもそうじゃなくて、実際に家まで行くっていうようなこと、やつは、うん、多分、コンビニの前からもその女つけてると思うんですよね。そうか。うん、街中でちょっとこう、すれ違った時に、あ、好みの女やって思って、 つけるじゃないですか。まあでも、それが、ボロいアパートやったらダメでしょうね、女の子はね。うん、たまたまだって女の子がアイスクリームを一本買って、うんうん、お、一人暮らし、やるかってなりますなんのかわからんけど、犯罪者の気持ちなんか。わかりたくもないけど。うん、まあでも、本当にその、まあ、住んでる街にもよるでしょうけど、 常日頃から隙を見せないっていう。う,もう江戸時代の侍のような生き方をしないといけないわけでしょ <laughs> 確かに。抜きませんけども刀は常にっていう。息苦しいね。いや、本当にね。申し訳ないけどね。いや、でも普通カメラはそのセキュリティがあるところって絶対防犯カメラもあるわけだし。うん、コンビニ入ってくるっていうことは、そのもし被害になった女の子は。うん コンビニからつけられてたような気がするんですって言ったら、まあ映るわけじゃないですか、ご飯カメラに。うん、そんなこと、あるのかなまああのー、さっきもね、ちょっとそういうポリコレの話とか若干したかもわかんないですけど、うん まあ、僕自身は、さっき言ったように、女の子に全く、まあ、興味がないわけじゃないけど、ありありやろ。ありありやけど、<laughs> その女の子を見たりとかすんのが、じろじろ見てるって思われんのが嫌なんで、うん、体でかいからね。うん、女の子の後ろ歩くのも嫌だし、うん、女の子の近く寄るのも嫌なんで、うん、コンビニはもうこんだけ増えたら男女別でええんちゃうかなっていう。 何それ南アフリカみたいな。<laughs> いやいやいやだから女、女の子専用コンビニがあってもいいんじゃないのっていう。その生理用品も山ほど置いて、化粧品も山ほど置いて。すごいね。生理用品いっぱい並んでたらこう、ちょっと怖いけどな。俺らはね、俺らは怖いけど、うん、でもそういうあの女性専用コンビニがあってもいいんじゃないのっていう。それナチュラルローソンじゃないの言ったら。ナチュラルローソンでも俺ら入れるやん。入れるけど、うん あれを、あのー、男子禁制にすれば。そうそう、男子禁制にすればいいんですよ。女人禁制のコンビニやったら何になるんですかね女人禁制は多分ね、また問題にされるから。あ、やっぱりそれは男、あの、男性仕様にするけど、うん、女性も入れるようにしなきゃいけない,い。そう。ワークマン的な感じワークマン的な感じ。な,じなんか、なんかワークマンプラスみたいな感じになる、うんだ。まあもちろんね、そんな女性専用ローソンとか作ったら、また、うん、あのー、 ついてるけど女の子ですみたいなおっさんが出てくるとは思うんやけど。気持ちは女の子です。そう。もうそこは生物学的に分け得すしかまあまあね。しょうがないと思う。でもそういう女性専用う<ー>ん。最近はな、でもそういうその、女装趣味のおっさんに襲われてみたいな話も聞くんで <laughs>、まあ。あれ話ややこしいからよう分からへんから追っかける気にもならないんですけど<ー>ん話がややこしになりすぎてちょっともうポリコレとかもういろんな話がごっちゃになってるんであれなんですけど。<ー>でも本当にあの、東京の、例えば女性マンション、 女性専用マンションみたいなあるじゃないですか。うんうん、女性専用マンションがあるんだったら、女性、その近くに女性専用のコンビニがあっても。うん、別に不思議じゃないし、それを法律的に問題ないんじゃないのかなっていう。女性は優遇され、守られるべきなんですかね、そういう意味では。まあ、守られるとか優遇っていう言葉はあんまり好きじゃないけど。でも男性入れないでしょ男性のところに女性が入れなかったら、<laughs> 女人禁制って言ったらめちゃめちゃ怒るわけじゃないですか。男はほっといたら大丈夫でしょう。 ほっといたら大丈夫。男だって守ってあげないと。<laughs> いやいやいや、もう、男はほっといてほしいんですよと、どっちかって言うたら、ね。あじゃあもうなんか多分、そこで出てくるアイスって、なんか意識の高いアイスにしかならないでしょうね、女性専用の。あ、いいんじゃないのなんやったらもう東京カレンダーとか,かコンビニ作ったら東京カレンダー、東京カレンダーってめちゃめちゃ男子じゃないですか。<laughs> 月水じゃないですか、一番あ。あの、男が思ってる可愛い女の子のコンビニっていう。 港区女子はこれが好き。そう。女の子は歌舞伎揚げなんか食いませんみたいな感じ。そうよ。芋金ぴとか食いませんから、みたいな。ほぼほぼ無印と、なんかそういうので。<laughs> ずっと無印だけだったら飽きるよって思う、でも。いや、飽きるよ、もちろん。うんうん、だその、だから、無印もいろんなコンビニを渡り歩いてるわけでしょ。あー、そうね。うん。ファミリーマートとテイクンだと思ったら。あ今、ローソン。ローソンになり。<laughs> はいはいはい。 つまりセブンイレブンに行くのかなわからんけど、多分コンビニも思うんでしょうね。うん、無印さえ来たらって思ったけど、来たら来たで味方にするとこんなに頼んないんか、みたいな。<laughs> <laughs> そういう,う。あー、言っちゃダメだけど、それはそうかも。うん。うん。見てる分にはすごい強そうですけどね。強そうだけど、うん、意外と、みたいな。意外とスペースとかだけや、みたいな。意外とダイソー入れてもいいけど、うん、ダイソー入れると普通の商品とカニバルから、うん、なんか、 置けるタ。タオルとか置いてくれないんですよね。置けるもんがね。うん。うん、その辺もいろいろあるんだろうな。うコンビニと被らんようなダイソー商品って何なんっていう。あ、なそうね。ウェットティッシュも置けないでしょそう。置く <laughs> もんないや。いやコンビ100円ショップのダイソーのキラー商品がそもそも置かれへんやんっていう。だからそれ本当にコンビニに100均入れる意味僕よくわかんないんですよ。うん、俺もわかんない。集客ダイソーっていうあの看板が欲しいだけ でもね、俺の周りは、だいたいダイソーって書いたコンビニのすぐ近くにダイソーあるんですよ。意味ないよね。そう、意味ないんですよ。そんなに、あの、他の看板が欲しいんやったら。だって、田舎、田舎なんか、多分ダイソーいっぱいあるから、車でね。いらないですいらないんですよ。なんで、なんでコンビニにダイソーつけたがあるんだろうね。田舎は別にいらんと思う。まあでも、あったいる、いると思う。全国、同時にやるから、 いやだからもうそんな欲しいんやったらもう業務スーパーとかいろんな看板上げとけばやろうそう。えー、神戸物産 <laughs> こ。この棚は業務スーパー、この棚は百0ダイソー、この棚はセリアみたいな。なるほどね。うん。で、100均ばっかり買ってる女の子見つけてなんか。まあまあまあね。いろいろ考えるのかな。いやでも100均ばっかり買ってる女の子って、やっぱ一人暮らしか。うーん。で、丁寧な暮らしはしてないね。できるな、この女みたいな。 まあでもほら、うん、こういうのって、男ってさ、うん、男ってさ、男ってさ、<laughs> 小さい頃あの、カブトムシとかコワガタとか取りに行くじゃん、虫を。うん、で、その時に、ある程度、このキは集まるなとか、うん、まあ、あの、それぞれ独自の配合の、なんかあの、蜂蜜を作ったりとかするじゃないですか、<laughs> はいはい、日本酒で煮込んだりとか。うん、そういう体験があるもんやから、うん、一回そういうのをやり始めると、 楽しいのかもね。一人暮らしの女の子を見つける趣味っていう。ああ。襲わないは別として。やばいっすよ、それ言ったら。うん、<laughs> <laughs> ちょっとうかつなこと言えない、言えないっていう。<laughs> いや、でも、な、なんかそういうのがあるんでしょうね、おそらくね。でも、こういう話僕らよく参加してると思うんですよ。うん、あのー、だら、生理だらしない女の子は、うん、靴が汚いとかっていう話は。まあまあね。してたじゃないですか。うん。 別にそれもあの、実際に。いや、実践はしてるわけではないけど。けどそうだ、そうなんじゃないな。<laughs> ないのかなっていう。だって思いますもんね。でもサラリーマンでも、うん、なんかびっくりするなヤンキーの車みたいに、カーグがこう、変に、この何角度って、はの字になるのか、はね、逆はの字になるのか、みたいな。うん、あれとか見ててもやむうし、最後、うん、にやっぱり人の性格って宿ると思うんです、僕は。 宿るでしょうね。もちろんね。コンビニの買い物一つにしても。はいはいはい。うん。なんなのあの、じゃコンビニでアイスを一つ買うより、ビニール傘を一つ買う女の方が、結婚はせん方がいいかもしれないあ結構そっちうん。ビニール傘買っただけで、うん、こいつは結婚相手とではダメですみたいな。それ。僕は、僕はコンビニのトイレを知ってますイニシャル G の初期のネタで、 コンビニ心と女心、コンビニトイレと女心っていう名作があるんです、僕、うん、の中では、うんうん。あなたの中だけね。<もう笑>いや、当時、うん、ね、仲良くしてて、うん、付き合おうかな、付き合えるかな、どうしようかなと思ってデートを何回か繰り返してた女の子に、うん、京都に遊びに行って、うん、あのー、コンビニトイレを勧めたら、コンビニのトイレ勧められたのなんて初めてですって言われて。そこで僕の恋は終わったんですよ。 コンビニトイレを進めただけで。だけで、だけなのに、スマホを落としただけなのに、某う,ういた飯屋をあの、初デートで誘うような言い方されて、そう。別に僕はベリベリっていうあの、中財布使ってたわけでもないのに、うんうん、それ言われるぐらいコンビニっていろんなバロメーターになるんですよ。その頃のコンビニト,トイレってまだ今とは違って、うん、ウェルカムって感じではなかったんです、ね。なかったんですよねうん、うん。多分緊急用みたいな、うん、どうコンビニトイレ って言われたら、うん、すごい、そんな言われ方してね。コンビニって多分人生の交差点だと思うんですよ。人間交差点みたいな言い方して。いやいやいや、いろんな人生が多分あって。まあ今だと、うん、だからもう本当にあの、各コンビニの方がね、すごいあの、綺麗に清掃していただいて、うん、なんか、女性の方からね、ちょっとあのコンビニ寄ってくるわ。 そうそうそう。っていうような感じで、もう気軽に借りれっていうような。もうの感がありますね。その頃って、コンビニのトイレ使えって言ったら、もう苦行に近い。うん、まあそ、そお前前の家でトイレ借りてこいよみたいな。それは、<laughs> そんなこと言ってないけど。うん、それに近い。でも、感じだったんです。時代ですよね、うん、これね。そう,そうそう。 今だったら別に普通じゃーんって思うけど。ま、明治の中では、そこら辺の公園のトイレに行くよりこっちの方が全然いいでしょっていう。そうそうそう。ちゃんと水も流れるし、臭くないし。っていう感じだったんでしょうけど。コンビニトイレって意外と綺麗んですよ、みたいな。<laughs> コンビニの回し物みたいになってますけど。<laughs> <laughs> まあでも、女性、その頃の女性からすると、せめて、なんかどっかの大きなスーパーとか。うん、スーパーのトイレの方が汚いやろいやいや、なんかあるじゃないですか、イオンとか。イオンとか。うん、いやスーパー行っても別にあのね。京, <laughs> 京都やからそんななかったんっていうの京都は、だから駅ビルとか、なんかそういう、うん、まあ、それこそパルコ的な。そうそうそう。そういうとこが良かったんでしょうね、本来は、ね。そんなとこまで持たないじゃん、みたいな。それは、個人情報。うん。個人,個人の暴行のマネジメントの話だから。 そうなんですよ。ま、そんなのね、コンビニのトイレで嫌が、嫌なこと言っただけでこんな一生ラジオで言われるとはね。いやねいいネタありがとうって感じですよ。そうですよね。ちよ、ちよちゃんって女の子だったんですけど。これで飯食ってますからね。うん。これで飯食わしてもら食ってないけどね。食ってないけど。ずっと古典ですから古典芸能ですからね。コンビニトイレの話は。まあ、でも。俺は分かる気はしますけどね。その当時だったらうん、その当時だっ今でも抵抗あるもん、俺。 あんだけ、うん、<は>ロードサイドには、うん、トイレ入ってくださいよっていう案ばかりにトイレのイ。もう本当に緊急避難的で、うん、まずはその前にさっき言ったようにイオンとか道の駅とかを探す。うん、あ、そううん。コンビニだけは。さあさあ次コンビニ見つけたらちょっと腹具合なってう、昨日はの朝も言ったじゃないよ。言ったから、<laughs> ああ、そういう人なのね。 お前も千代ちゃんと一緒か <laughs> いや、だからね、あの、ゆっくりっていうか、やっぱ次の人がい,いるっていう、焦り焦りでもそれは他のトイレも一緒じゃないですか。道の駅とかだったらまた何個かあるじゃないですか。コンビニトイレも今、複数ありますよ、大体。いや、でも、せいぜい二つでしょ。二つ。二、うん、つあれば十分じゃないですか。いや、十分じゃないね。単座じゃ不安だけど、複座があれば全然、大丈夫でしょいや、そんなファントムぐらいな、みたいなこと言われても、<laughs> 全然俺には、 響かない響きませんけど。3内以上ないと思う。そう。だから、俺一人ぐらいが何か、ちょっとお腹痛くて、15本くらいかかったとしても、ご迷惑にならないぐらいな。うん。うん、それぐらいの大収容な。そうそう。なんかいざとなれば、上の階なり下の階なり行ってくれと。そうそうなんなん、ここ山の牧場なんていうぐらい、なんか不気味なぐらいトイレの数が多いコンビニとかね。<laughs> そういうとこでないと安心して、そもそも、できないんですよ。 うんうん、や,やっぱりね、僕、コンビニのトイレはね、今なら抵抗あるんですよ。そうなんだ。あ,あの、特に、大きい方。うんうん。まあ、そもそも、あの、外で大きい方するっていうこと自体が罪悪感を覚える。何ずっとうんこまんって言われたこと。そ,<う>そんなに逆恨みしてるの逆恨みじゃなくて、トラウマです。<laughs> トラウマになってる、はい、上から水かけられたりとか、うん。なんで、なんでそんなことで逆恨みして、<laughs> 同窓会の時に爆弾仕掛けるのとせなあかんねんな。<laughs> いや、でも本当にコンビニのその話を聞いて、せち、うん、辛いっていうか、まあそこまで見ている人は見てるのねっていう。いや、まあ犯罪者やからね。うん、いや、でもコンビニで例えば、うん、まあ俺もあの、お金おろしたりとか、うん、それから水道代払ったりとかするじゃないですか。 ああ、でもね、それはよく言うじゃないですか。うん。散々言ってて、それ、もし、このリスナーの人でも、言って、やってる人いたら申し訳ないし、昨日坂本さんは僕はトイレに入ったコンビニで、何か振り込んでましたね。そうそうそう。何振り込んでたん電気代。口座にしなさいよ。めんどくさいんですよ。あ<ー>あ。ま、口座っていうか。あの女できるよ。だら <laughs> しないから。いやいや、あの、<laughs> スマホに来るんですよ。 何嫌が来るの請,があの請求書が来て。来てで、バーコードをコンビニで見せたら、うん、たピッてやったら、うん、でピッてそのままでしょでも、さもさもなんか、あの、やばいっよ、DM で払ってませんでした、さっき。ん ?DM?DM DM でなんか払ってませんでした。あ、それはまた別。別うん。あれは払い込み。払い込みです、うん。電気代はもう、あのー、スマホ上で。まあもちろん口座にもできるんですよ。うん、あの、いろいろ。 書いて、サーモさん二拠点っていうかあれだからね。まあ気持ちはわからんでもないけどね。ピッてやってもらった方が早いじゃん。あ、びっくりするよ10万円ぐらい一気に振り込んでる人いるじゃないですか、おばあちゃんみたいな人で。まあね、めんどくさいからね。うん。まあそっちの方がめんどくさいんやけど。知って思いながら、なんかだから収入員とかまた、払われたりしてるの見たら、おいおいってやっぱ思うから。そう、だからね、うん。まあ、よくよく考えれば自分がめんどくさいっていうより、コンビニの方がめんどくさいやろなそうなんですよ。そう。 まあ、ただでさえコンビニって、いろんなことやらされて、やっぱりあの、仕事として負担が大きい、仕事だってみんなからね、もう認められてるじゃないですか。うん、そんな中で女の子が一人でキャンディー買ってたら、近くに男がおれへんかどうかまで見るみたいな、うん、そんなあの、振り込め詐欺を止めましたみたいな、そうね。うん、ことまで、やっぱりこれからはコンビニの方も、要求される いや、じゃあ逆に言うと、うん、そのコンビニでアイスを買ってるのをウォッチするやつをウォッチするやつをウォッチする役して、うん、こいつ怪しいなっていうのを見定めるっていうのは、まあまあ、中国なんかは、その顔認識がすごくすん、うん、進んでて、信用経済の話ね。ね犯罪者、うん、あの、まあ、ちょっと動きが怪しいやつとか、うん、いろいろ AI とかで分かるあるある。わかる。怒り、怒りにかまけた歩き方してるとか、うん 情緒安定な言い方とかやって。あとコンビニとかでも、いつもと違う怪しい動きをしてるんで、万引きの可能性高いとか。だから、そういうのでわかるんじゃないですかコンビニ入った瞬間に、今あの横の女がアイスをキャンディ、アイスキャンディを買った瞬間に、グイッ、グイッ、グイッ、視線が動いた。パピコ以外のアイスを買った時の挙動だ、みたいなになる。そうピピってなったら、店員さんが、あの、ちょっと気をつける。 ま、いきなり言われへんからね。彼氏元気ですかそう,そうそうそう。えみたいな。うん。今日はいつもの彼氏と一緒じゃないんですかみたいなことを。今日はお父さん来ないんですかそうそう。そういうあのマニュアルを横に置いといて。<laughs> それを、それをインド人の店員が言うの。<laughs> そう。ものすごい片言で。今日彼氏いないのみたいな。それだけで随分違うんじゃないの ま、帰ったら帰ったでベッドの下にペットボトルは転がらさなあかんねんけど。<laughs> もう大変やな、女の人にと暮らしい、うん。本当にね、男に生まれてよかった、ね。よかったですね。いや、本当ね。想像以上に、うん、まあ今女の子ほとんど可愛いんやけど。可愛い,いよね。可愛いんやけど、可愛、うん、い,い女の子に生まれると大変ですよ。かといって不細工な女の子に生まれるのも大変だと思いますけどいや、そのもちろん大変やけど、うん、本当にね、大変ですよ、もう。なんかツイッター見てたら、うん 24時間襲われるようなことしか書いてないやん。海に行ったら襲われる、コンビニ行ったら襲われる、電車乗ったら襲われるみたいな。そうね。うん。ほんで女装の男と遊んでも襲われるみたいな。その真の目的が分かんないからね、女装の男はね。うん、いや、ほんまにね。うん。あの、小鹿でアフリカに生まれるより大変ですよ。<laughs> <laughs> 本当に。いやおお、男でよかったですね、本当にね。 まあ男でもね、ちょっとはそういうもっと別の意味で危険なこといっぱいあるんですけど、うん、少なくとも夜コンビニに行くときに身の危険を感じたことは俺はないからね。体もでかいし。うん。うん、だって僕らが仮に女の子だったとしたら、うん、もうめちゃめちゃゆるゆるのズボンとか履いていくわけじゃないですか。下手したら捨ててこみたいな、リラコみたいなやつで切て。まあ多分、ね、もう、もう後ろから、 小学生だったらバーンってこうずらして、うん、もうスポンポンになること全然可能な感じでコンビニとか行くわけじゃないですか。まあ俺らの性格やったら、うん、いや、俺らの性格やったら多分コンビニ週1回行って山ほどパピコかもじゃない <laughs> 危険かも毎パピコ、いやいやもうだらしないから。だらしないから。そんな毎日毎日あのコンビニ行くような規則正しい生活を送ってないでしょ。うん。うん。だ あの、毎日一個どれを買おうかなっていう楽しみがやっぱり、そんな楽しみ人生の中でないもん。ないんだ。ないない。アイスで楽しみなんかないもん。会社帰りとかやっぱり楽しいですよ。コンビニで今日何しようかなみたいな。あ、そんな気持ちでコンビニ入ったこといっかんの駅,駅降りたら、うん、なんか、その光に吸い寄せられるようにみんながみんな、セブンイレブンとか入っていくじゃないですか。 駅から歩くっていうのが大事やな。そうそうそう。だって会社から車乗るでしょ。うだるいもん、コンビニにも一回止めるのが。そうね。うん。あのコンビニを我慢するだけで、いろんなことが改善するはずなんですよ。でもあの光にやられるんですよ、人は。まああの光も、あの人を集めやすい明るさになってるらしいですからね。ねほんまかどうか知らんけど。一応あの、外には若い子が嫌がる周波数の音流したりしてる。んでキートンスキートホン 本当なのいや、知らんけど。ただ、田舎の場合はそんななくて、うん、とにかくガーとかが集まらんように、ものすごい風速のなんか扇風機つけてます。ああ、あとはあの、ブルーの赤いね。ブ,ブルーの赤いやね。バチバチバチっていう。うん、それがね、もう0.5秒ぐらいになってる。0.5秒ごとぐらいに。パチバチバチバチ,チっていう。<laughs> どれだけ虫おんん、ね、いや、ね、すごいよ、本当に、うん、ガーの数が。だから、普通にあの、二重扉ですうちの近くのコンビニも。ああ。 まあ、雪国っていうのもあるからね。あるけどね。本当に、もう、虫がとにかく。なるほどね。うん。自動販売機触られへんもガー集まりガーなんかもう、おしかになったような気分になるからね。田舎の自動販売機で銃使うときって。はい。ということで、女性の人は、イス使うとき気をつけようっていう話です。ちょっと、ちょっと都市伝説っぽい、まあね。言い方のような気はしましたけどね。だって、 つけて、もし、本当にね、狙われてたら、うん、もう、アイス一つよりつけてくると思うんで。そうっすよね。やっぱり、そこで、外に、男物のものを干してるとか、うん、もう、すでに電気ついてるとかね。ちょっと高いけど。うん、まあ、そっちの方が安全ですよね、安全確かにね。まあ、家に誰か先におるねっていう方がまだ安全かもしれないですね。その安全のための、うん、まあ、費用っていうか。うん。うん そっちの方がアイスを一つ買うよりは。まあ、皆さんに、ね、アイスも一個一個買うっていうのが楽しいんですけど、うん、そんな人もいないいないまあね、どうなんだろうな。まあいないと限らないからね。うん,うん。まあ本当にあの、車生活の田舎とそのね。都心では違う、ね。都心では全く違いますから、うん、本当に。まあ田舎だったら別に車で。うん。 1、まあ、アイス一個だけ買ってもいいしわーっって,て後ろから変な車を追いかけてきたらスピード上げて巻いてしまえばいいじゃないですか、まあ煽り運転の方が怖いかな <laughs>、うん、はいちょっとまあ気をつけないとダメなのかもしれないけど本当かなって思うような風のお話でしたではい、皆さんおやすみなさいさよなら